はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしね、自宅化動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画を配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、白血病はね、悪性リンパ腫という血液のがんになって骨髄移植をするとね、 GVHD という移植変態縮死病とね、いうものがね、体にね、起こることがあります。まあ、ありますというか、大体起こります。まあ、分かりやすく言うと、骨髄移植における副作用ですね。まあ、どうしてもその症状が壮絶なんですよ。なので副作用と呼ばれても過言ではないでしょうと僕は思ってます。僕自身はね、まあ、その症状とね、期間はね、人それぞれなんです。で、そんな GVHD っていうのはね、2種類ありましてですね、急性 GVHD と慢性 GVHD があります。で、これは2種類ともどちらかが起こるのではなくて、両方とも大体起こります。大体起こります。それはね、ある一定の期間で分けられてるんです。ここからここまでっていうのはね、一応こう、大体決められてるんですよ。それはね、こう移植してから、当日から大体100日目までが急性 GVHD で、で、こっから100日以降、100日目以降が慢性 GVHD と分けられています。まあね、誰が分けたか知らんですけど、これからね、お話しすることをね、こう聞いてもらったらですね、この分けられてる、ここからここまでっていうのを分けられてる、その意味合いがね、理解できると思いますので、まあ、今からそちらの説明をちょっとしていきます。まあ、それはだいたいその、100日目までに出る症状と、だいたい100日以降から出る症状が違ってくるんですよ。で、その境目がだいたい100日目とされています。だいたい100日目までとされている、その急性 GVHD、こっちね。急性 GVHD の症状がどんなものがあるかと言いますと、皮膚ね。皮膚に関してはかゆみでしょ。白赤、赤くなるやつね。で、水ぶくれ、皮むけっていうのがありますね。その、白赤っていうのは、その、多分なんですけども、こういう、ね、シミにしか見えないんですけども、ちょっとこれかな。こういう、この辺にも、ちょっと光飛んでるのは見えにくいかな。ちょっと暗くすると、シミのようなものがこういう風に出てるんですけど、最初はこの辺ね、赤かったんですよ、めっちゃね。それがだんだんこう、黒くなってきましたね。んで、まあ、あとは皮膚言ったでしょ、暗い。で、皮膚言ったでしょ、で、肝臓やったら肝機能障害ね、肝臓の機能がね、障害が出て、あと黄疸が出ます。黄疸はその逆に黄色くなる症状を黄疸と言います。あと消化管か、は、腹痛で下痢で嘔吐、大きい、胃痛がね、あります。で、そして、大体100日目以降からとされている慢性 GVHD の症状といいますと、これもね、先ほどと同じなんですけど、皮膚と肝臓と消化管、あとはその発熱っていうのはそのね、微熱から高熱まで及ぶんですけども、38度以上の熱が急に出たりします。それと、今僕の体が起こっているその口腔ですね、あと口内炎、乾燥、カビ、もうこれがね、今僕を一番こう、蝕んでる状態ですね。で、あと、これもね、目か。充血と乾燥とゴロゴロする感じと、視力の低下。僕は、充血はそこまでない感じはするんですけども、乾燥がすごいんですよね。で、ゴロゴロする感じ。目がこう動かしたらゴロゴロするわっていうのと、あと視力の低下ね。まあ、視力の低下もあったんで、新しいメガネを、昨日の動画からかけてるんですけども、まあ、ちょっと、まあ、その話はまだ別の動画で説明します。あと、肺ね。肺は咳、息切れ、息苦しさ。これもありましたね。肺炎か。肺炎になったんですよ。去年の6月ぐらいにね。それで、ちょっと入院してまし
ったね。それもあの GVHD が原因かなっていうのでこじらせてしまうっていうのがありましたね。あ、ちょっとすみません、マスクやっぱ乾燥するんでマスクつけます。こういう GVHD っていうのも個人差があります。で、必ずといって誰もがみんな出る、こんな症状が出るとは限りませんが、まあね、このこんな小冊子、もらうやつがあるんですけども、こんなんとか医療関係者の人が読むこういうね本買ったんですけども、まあ1年ぐらいも買ってるんですけども、こういうのに書いてあるぐらいですから、だいたいそうなんでしょうね。まあ、一般的な症状は今お話しさせてもらったような感じです。まあその今一般的と言ったんですけど、まあ、そもそもその一般的ではないと言いますか、まあ、こんなね小冊子とか本に書いてないようなことで少し例を挙げますとですね、まあ、僕の場合は足のつりとしびれがねちょっとすごかったし、あとまあ先日ツイッターでね、骨髄移植でのその味覚障害が治ったかと思ったらまた出てきましたというねツイートを見つけたので、まあ僕も骨髄移植をしてですね、味覚障害と粘膜障害になって一時的にマシになって治ったなと思ったらまた出てきましたので、そういうのには結構、ね、こう波がありますよとね、返信をしました。まあこれは何回もあります。本当に今も僕の体でも起こっていることです。ね、昨日まで美味しかったけど今日まずいなっていう食材とかも、ね、やっぱありましたしね。まあ、あともう一つね、ツイッターの今度はね DM ダイレクトメールで、まあ、直接的にこうメールをいただいたんですけども、まあ、その方もね骨髄移植をして退院されてから、腹部に下腹部にちょっとしこりができてきたらしくてですね、まあ、病院に電話したら、まあ、様子見ましょうと言われたんですが、まあ、さらにもう一つしこりができてしまったので不安でもう一回電話するか悩んでますと、安さんならもう一回電話しますかってね、DM をいただいて、まあ、それに対してやっぱりね、僕ならすぐ電話しますよと、何回も何回も電話しますよとね、お返事しました。まあ、僕はそのしこりのようなものができたことはまだありませんけどね、まあ、そういうのがあるっていう方がいらっしゃるってことはね、僕の体でも起こりうるかもしれないので、まあ、今後の参考にします、ここはね。まあ、このようにですね、自分自身でも、この、まあ、GVHD が原因かわからない、判断できない症状がね、出てくることだってね、やっぱあります。白血病やね、悪性リンパ腫のような血液の癌になった人や、またこの違う病気でね、骨髄移植を受ける方、そして骨髄移植をされて GVHD 悩んでる方はですね、まあ、不安で仕方ないと思います。そんな時は、必ず病院に電話するなり、まあ、通院の時にね、先生にね、相談してください。まあ、一番あかんのは、まあ、ほったらかしにすることです。これほんまダメですよ。もうね、ほんと何かあってからではね、遅いんで、まあね、その病院の先生もね、患者さんの情報がなければ何の治療もできませんので、患者側と病院側の、まあ、二人三脚でね、治療していきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。